平野仕様の起用 CM が徐々に終了で、ジャニーズ CM 2編ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。このところジャニーズ事務所から多くのタレントの事務所退場が続いているが、それに伴い CM 起用の人員整理も連鎖しているという。 早速決断を下したのが、かゆみ虫刺され薬の、ムヒが主力商品である、池田も反動だった。ムヒシリーズのイメージキャラクターは2010年から21年2月まで嵐の相葉正樹が務めており、その後当時キング、リンチェプリンス、のメンバーだった平野志洋が受け継いだあらだ。 それが今年3月から新 CM キャラクターに抜擢されたのは映画やドラマで活躍中の人気俳優中川大使、スターダストプロモーション所属だった。この起用に広告業界では、ジャニーズ離れでは、と囁ささかれ、スポンサーのジャニーズ離れを勘ぐる声が次々に上がっているのだ。 平野市用がジャニーズ事務所を退除した時には、無比のキャラクター契約も打ち切りになることは決まっていました。そこでジャニーズ事務所は、平野の後輩にあたる何わ男子のミチエシュンユーラをプッシュしたといいますが、結果的には全く違う事務所のタレントを起用、業界でも驚きの声が聞かれました。まして起用されたのは、女性タレントではなくイケメン俳優。 商品のターゲット層はそのままで事務所を変えた形です。通常なら驚くことでもないんですが、これまでのジャニーズと広告クライアントとの付き合い方ではありえなかった流れだけに、終わりの始まりでは、と業界で話題に上がっています。広告代理店関係者、キンプリメンバーの出演 CM といえばそのほとんどが平野のソロだった。 それが契約期間の満了とともに徐々になくなっていくことになる。多くの CM スポンサーを抱えるジャニーズ事務所にとっては、本件が単なる一例とはいかないようで、金プリメンバーである長瀬門のヒルマイルドの CM でさえも打ち切りが囁ささかれています。 放映当初、彼にとって初の単独 CM であることや出行量の多さから話題でしたが、該当商品がパクリであると競合他社から訴えられたり、長瀬が独特の歌い方をする CM、ソングが気持ち悪いとの声が上がるなど、評判は散々。まだ契約自体は残っていますが、 1> ここ1年は CM の新作が放映されていません。前で広告代理店関係者。リスタート早々に受難の時代を迎えるキンプリ。その他、P&G、ボシュロム、キッコーマンなどは平野の退場に伴い、ファンに惜しまれつつも徐々に終了する見込みだ。 虫刺され薬安価な化粧品などスーパーで縮層が手に取ることを前提とした商品はやはりパッと見た際の印象が第一。すなわちイケメンだと目が行きやすいわけで、このターゲット層に向けた CM からジャニーズタレントの露出が減っていくと、次々とクライアント離れが進んでしまいそう。ただでさえ、強気の値段設定な上に、 他事務所よりも厳しいチェックや要望はあるので、コスパが悪くなっちゃいますからね。CM ディレクター。ひびが入りつつあるジャニーズと CM クライアントとの関係だが、この夏唯一と言ってもいい明るいニュースも、聖寛在 C ブリーズの CM に、2001年の赤西ジミ以来、20余り年ぶりににわ男子の道へ俊優と長尾健森というジャニーズタレントが起用されました。 10代から圧倒的な人気を誇る本商品にキャスティングされたことは彼らにとっても大きいはず。ジャニーズ内の序列も何は男子中心へと変化していっています。CM ディレクター。平野市用の脱退により一気に勢力図が変わりつつある CM 業界。何は男子がこの窮地を救ってくれるのか